バルセロナのスペイン代表 FW、アンス・ファテは、負傷からの復帰に向けた回復が、当初の期より遅れており、チャンピオンズリーグ、CL 決勝、ナメント1回戦にも間に合わない見通しと、たようだ。スペイン紙、アスが伝えている。今、ズンのバルセロナはダゾーンで、いつでもどこでも、単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、アンス・ファイは、昨季16歳で、トップチームにデビューし、数々最年少記録を更新するなど、大きな衝撃を引き起こした。今季もラリーが開幕から5試合で4ルを挙げ、9月のリーグ月間最優秀選手に選ばれるなど順調なスタートを切っていた。だが11、7日に行われたベティス戦で負傷し、左膝の内、半月板断裂で2日後に手術。約4ヶ月の長期離脱、余儀なくされる見通しとなった。CL 決勝トーナメント進出を果たしたバルセロナは、ベスト16で、リサンジェルマン、PSG と対戦することが決定。そのセカンドレグは3月10日に開催予定。アンス・ファテは、負傷からちょうど4ヶ月余りとなるこの合わせでの復帰を目標としていたが、現時点では、復が順調ではないようだ。クラブとしても完な状態まで回復させることを重視し、復帰を急がせるつもりはない模様。PSG とのセカンドレグまでにまたを果たす可能性は消えたと見られている。両。